どうも、おまっとさんでした。ヘアチュラです。この2日間皆様、何されてたでしょうか？有意義な時間を過ごされてたのではないでしょうかね。この試合がないということでね、ちょっとしたこの安心感、安堵感とでも言うんですかね。ああ、負け試合見なくて済むとかさ、なんかそういうね、なんか気持ちになってないでしょうか。僕はちょっとその気がありましたね。あ、今日試合ないんだ。アホ試合見ないで済むみたいなね、感情にはなってましたよ。ちょっとネガティブなね、気持ちになってました。ただね、明日からまたライオンズは試合があります。俺の中に潜むネガティブよ、どっかに行けい！楽天との3連戦です。そんな明日の試合、僕、現地観戦行ってきます。今シーズン公式戦初ベルナドームですね。いや、どんな試合を見せてくれるのやら、ライオンズ。そんなライオンズの先発は、青山みなとですね。今シーズン初登板、そして初先発ですね。ちょっと見ものですね。今年からね、先発転向して、どんな活躍を見せてくれるのでしょうか。某高橋もね、今シーズンから、先発に転向されて、今のところ、先発としてちゃんと、役割を果たせています。さあ、青山みなと投手は、どんな投球を見せてくれるのでしょうか、先発で。ね、楽天戦ですよ。相手の先発ピッチャーは、早川隆久ですよ。投げ勝つことできるのかね？青山よ、大丈夫か？まあ、比較的、今シーズンね、早川からライオンズは打ってるので、打ってるけども、まあそれ以上にね、青山、打たれちゃいかんし、うん、いくらね、今シーズン部がいいと言われている早川もね、ぼちぼち抑えてきそうな気がするし、やれるのか？青山できるのか？頑張っていただきましょう。まあ、2軍ではね、5試合投げて、防御率 1.80 と、成績も、まずまずです。ただなんか最近はちょっとフォアボール出しがちらしいですけども、最近は。まあ、ただ逆に、ちょっと成績、怪しいな。コントロール怪しいな。ぐらいの時の方が、こう、上げるタイミングだったりね、するっていうのは結構あるのでね。昇格タイミングあるある。ちょっと成績が無双状態ではなくなってきたタイミングで上げるみたいなね。結構あるので。平も前腕部分でしたっけ。張りがあるとのことで登録抹消されたので、このタイミングで青山一丁試してみっか。みたいな感じでしょうか。肌も見たいけどね。肌も頑張ってるからね。驚異的な数字残してるからね。なんてだっけな。肌、防御率 0.33、ウィップ 0.70、すごいね。抑えてるね、肌も。もう楽しみなピッチャー多いんだよね、二軍もね。まあ、与座も頑張ってるしね。菅井なんかも見たいよな。まあ、見たいピッチャーはたくさんいるんですけども、その中で、青山みなとをね、首脳陣は選んだということなんだよ。もう、青山くんに期待するほかありません。野手は誰か上げてこないのかな？アギラーが足首に何があるとのことなので。はい。今、編集中だったんですけども、ヒルマくんと浜谷が登録されました。来たね、ヒルタク。おい、見れるのか、ヒルタクと。そしてワンチャン浜谷も見れるのか？おい、ヒルマー今日来てる。明日これ、着てくしかないだろう。大江さんからもらったこの T シャツ、着てくしかないだろう！うおい！来たな、ヒルマ！ヒルタク！一軍今年初昇格の試合、見てきます！そんな、明日の、現地観戦ですけども、ボックスシートなので、これワンチャン生配信できるんじゃないかなと、踏んでるので、やれたらやりたいと思います。まあ、18時きっかし、生配信できるかわからないですけども、時間も短くなるかもしれないですけども、現地観戦生配信やってみます。ボックスシートなので、ね、周りの方も、こう、映らないと思うので、やってみたいと思います。といったところで、今日の動画はこの辺で締めさせていただきます。チャンネル登録、高評価ボタン、コメントもお待ちしております。X とインスタのフォローもよろしくお願いいたします。それではまた、明日の生配信できたらお会いしましょう。さよなら、ライオン。I take to the ball game for チケットは取ってるんだ。
take to the ball game 君が勝利の女神さ